羽生プロスケーター2年目の成功物語ギフトと RE アンダーラインプレーの感動フィギュアスケート界でその名を馳せる羽生結弦さんはプロスケーターとしてのキャリアを開始してから早くも2年が経ちました19日に迎えたこの節目の日彼はその軌跡を振り返り今後の可能性について語り尽くしましたプロとして活動を始めて以来彼は初の単独ツアープロローグ 東京ドーー、ームツアアギフトそして2年目の RE ンンダーラインプレーなど、数々の単独公演を成功させてきました。プロとしての道のりは決して平坦ではなかったがその歩みは多くのファンに感動を与え続けています羽生さんはこの2年間を振り返りプロ転向1年目は手探り状態であったと述べています競技者としてのストイックな考え方から解放され新たな表現の基盤を模索する日々が続きました 彼は何をすべきか、どうすべきかと悩みながらも、その中で自分が表現したいこと、自分がプロとして成し遂げたいことが明確になってきたと語ります。特に、プロローグやギフトを通じて、自分自身の物語を作り上げることに対する思いが強まったとのことです。プロローグでは、彼は初めてワンマンショーを試み、その中で受け手の心境が変わることによってプログラムも変わるという体験を提供しようとしました。 これは競技時代から彼が抱いていた考えでありそれが実現できたのが1年目の大きな成果でした2年目には RE アンダーラインプレーで完全にアイスストーリーを形作り自分一人で滑ることが手探りではなく明確な物語を伝えることができるようになったといいますこの進化は彼にとって大きな意味を持ち彼の表現力を一層高める基盤となりましたプロ3年目に向けて 羽生さんはさらにスキルアップを図る意欲を見せています彼は技術面や体力面での強化が必要だと考えておりそのための努力を惜しまない姿勢を示しています競技時代からの技術が基礎となりそれをベースにして表現力を高めていくことが彼の目標ですまた彼は自身の物語を通じてファンに感動を与え続けることに対する情熱を持ち続けており その延長線上でどのように自分が成長していけるかを模索していますファンからの反応も非常に温かくハニューさんの努力と成果に対する感謝の声が多く寄せられています彼の選手としてのキャリアは10年以上にわたりフィギュア界を牽引してきましたその間彼は数々の困難を乗り越え常に最高のパフォーマンスを披露してきましたその努力と情熱が今もなお彼を支えており プロとしての新たな挑戦にもつながっています。ューさんのプロとしての2年間は、まさに夢のような世界を多くの人々に見せてくれました。彼の表現力と技術は日々進化しており、その姿は多くのファンに感動を与え続けています。プロ3年目に向けて、彼はどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、期待と興奮が募ります。ューさんのスケートは単なるスポーツの枠を超え、 芸術としての評価も高まっています。彼のパフォーマンスは見る者の心を揺さぶり、深い感動を与えるものです。ファンの一人は、羽生さんのスケートがいかに心に響くものであるかを語っています。彼女は、羽生さんが震災の夜に見上げた満天の星をモチーフにしたノッテステラータというプログラムに感動し、自身も被災者としてその夜の星空を思い出しました。羽生さんが常に被災地に寄り添い、 その思いをスケートで表現してくれることに感謝の意を表していますまた別のファンは羽生さんがプロとしての新しい道を切り開きその成功が他のスケーターにも影響を与えていると述べています彼の挑戦と成功はフィギュアスケート界全体に新しい風を吹き込みその影響力の大きさを実感させます羽生さんのプロ3年目に向けた進化と新しい挑戦に対する期待は非常に高く ファンの応援はますます強まっています。羽生さんのプロとしての活動は、単なるフィギュアスケートにとどまらず、多岐にわたる分野での活躍を見せています。彼は単独公演の成功だけでなく、ハイブランドのアンバサダーとしても活動し、その影響力を広げています。彼の努力と才能は、常に新しい挑戦を生み出し、その結果として多くの人々に感動を与えています。 プロとしての3年目を迎える彼がどのような新しい世界を見せてくれるのかファンの期待は膨らむばかりです最後に羽生さんの2年間のプロとしての歩みを振り返りその努力と成果に対する感謝の言葉を多くのファンが寄せています彼のスケートは常に進化を続けその姿は多くの人々に勇気と希望を与えていますプロ3年目に向けて羽生さんの新たな挑戦と進化を見守りながら これからも応援し続けることでしょう。フィギュアスケート界におけるハニュー・ズルさんの存在は、まさに唯一無二です。彼のスケートが持つ力、その表現力、そして技術の高さは、見るものすべてに深い感動を与えます。彼のプロとしての2年間は、そのすべてを証明するものであり、今後もその歩みを続ける彼から目が離せません。ファンの皆さんとともに、 羽生結弦さんのプロスケーターとしての道のりは常に挑戦と進化の連続でした彼がプロとして活動を始めた初年度プロローグやギフトといった単独公演を成功させる中で彼自身の表現力を新たな形で発揮しましたプロローグでは競技時代のプログラムを新たな視点から再解釈し それを観客に体験させるという斬新な試みが行われました。これは、彼が持つ独自の芸術的感性と物語性を強調し、フィギュアスケートの新たな可能性を示すものでした。ギフトにおいても、羽生さんは自ら物語を紡ぎ、その中で自分自身の過去と未来を融合させるという壮大なテーマに挑みました。この講演では、フィギュアスケートの技術だけでなく、舞台演出や照明、 音楽といったあらゆる要素が一体となり、観客に深い感動を与えることに成功しました。これにより、彼はプロスケーターとしての地位を確固たるものとし、さらなる飛躍を遂げました。2年目に入ると、羽生さんは RE アンダーラインプレイという作品で完全にアイスストーリーを形作りました。この公演では、彼の内面の葛藤や希望、そして再生のテーマが美しく描かれました。 彼は単なるアスリートとしてではなく一人のアーティストとして自分を表現することに成功しその物語性と技術の融合は多くの観客に深い感銘を与えました r e アンダーラインプレーは彼のプロスケーターとしての成熟を象徴する作品となりその完成度の高さは多くの称賛を浴びましたプロ3年目を迎えるにあたり羽生さんはさらなる高みを目指しています 彼は技術面面や体力力力でのの強化ををを続けながら、表現力を一層高めめるための努力を惜しみません。彼の目指すところは単にフィギュアスケートの技術を極めるだけでなく観客に深い感動を与える物語を作り上げることですそのために彼は日々の練習に励み常に新たな挑戦を模索していますファンからの応援もまた彼にとって大きな励みとなっています 多くのファンが羽生さんのスケートに魅了され、その努力と情熱に感謝の意を表しています。彼のスケートは単なるスポーツの枠を超え、一つの芸術として評価され、その影響力はますます大きくなっています。プロ3年目に向けて、羽生さんがどのような新しい世界を見せてくれるのか、多くの人々が期待と興奮を胸に抱いています。羽生さんのプロとしての活動は、フィギュアスケート界だけでなく、 広く一般の人々にも感動を与えています。彼のスケートは見る者の,の心を揺さぶり、その美しさと技術の高さは常に驚きと感動をもたらします。彼の挑戦は続き、これからも多くの人々に夢と希望を与え続けることでしょう。これからの羽生結弦さんの活躍に期待し、その進化を見守り続けることができることは、ファンにとっても大きな喜びです。彼のスケートは単なるパフォーマンスではなく、 一つの芸術作品として多くの人々の心に深く刻まれています。プロ3年目に向けて、羽生さんがどのような新しい挑戦を見せてくれるのか、その歩みを共に見守り、応援し続けましょう。羽生譲さんのさらなる成功と進化を心から願っています。